ヘーレンは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州、ホルツミンデン郡に属す、マチソンで、ザムトゲマインでボーデンベルダーポレを構成する、マチソンの一つである。この町は、ベーザー川沿い、ボーデンベルダーの下流側に位置する。ハーメルンと、ホルツミンデンとの中間にあたる。ヘーレンは、北は、ハーメルンイコールピルモント郡のエンマータール、北東は、ハイエン。 東は、ボーデンベルダー、南は、ペーゲストルフ、西は、オッテンシュタインと境を接している。1654年から1658年頃の、平ンを描いたマテウス・メリアンの同伴がレンは、9世紀に、ヘリーとして、初めて文献に記録されている。12世紀には、ヘレンと表記されている。ホムブルク家の霊園領主家が1409年に、 断絶し、ブラウンシュバイククゲの霊園領主も1558年に耐えた後、シューレンブルク家の白系がこれを引き継いだ。フリッツ・フォン・シューレンブルクが、ベーザー川沿いの分家の初期当主の一人である。彼は、ブラウンシュバイク・リューネ・ブルク公ハインリヒ二世に仕える、傭兵隊長として、財産と名声を高めた。彼の妻が、イルゼフォン・ザルデルンである。 彼女は1574年から夫と別居生活を送っていたが、1579年に塔を側面に置いた水木平連城を建設した。これは軍事的な目的を持たない純粋な社交用の城管であった。この城は1956年までザルデルン家とシューレンブルク家の所有であったが、その後主人に売却された。この城管は、 後の装飾豊かな、ヘーメルシェンブルク城やベーベルン城など一連の、ベーザーアルネサンス様式の大規模建築の講師となった。1596年には、やはり、イルゼフォン・ザルベルンによってベーザー川上流地方で、最初の製紙工場がヘーレンに建設された。1900年に、シエのフォアボーレ・エンマーターラー鉄道会社の、エンマータール・フォアボーレ区間が開通し、ヘーレンは、 鉄道網に結ばれた。平連城連邦道 B83 号線が、ハーメルンを通っており、北のハーメルン、南のホルツミンデンとこの町とを結んでいる。南にベーザー川を渡り、エッシャースハウゼン方面へ向かう、連邦道 b 2 4十号線はここを起点としている。この町には、ダスペ方面へベーザー川を渡る、小さな橋がある。南西には、 連邦道 B586 号線が、オッテンシュタイム方面に伸びている。また、小集落のオーフェルゲンネや、ブレーケルニエの道も通っている。ヘーレンは、ハーメルンから、ハンミュンデンに至る、ベーザー自転車道沿いに位置する。この町は、今では、旅客も貨物も、廃線となったフォアボーレ・エンマーターラー交通会社、GMBH のエンマータールフォアボーレ線沿いに、 一致していた。この路線は、エンワータールから、ヘーエン、ボーデンベルダーリンゼ、エッシャースハウゼンを経由して、フォアボーレに至り、ここで、ホルツミンデンクライエンゼンに接続していた。旧栄、連駅の駅舎は現在、レストランとして用いられている。ヘーレンは、路線バスで、ホルツミンデン、ボーデンベルダー、ハーメルンとこの町とを結んでいる。 1893年に、ライフアイゼン農業信用金庫、ヘーレンウェッグが設立されたが、2000年に、ベーザーベルクラント国民銀行と合併した。続いて1919 19年にブラウンシュバイゲスカン、リーダーワーカー JUE ヘラー、現在のヘラーレダー GMBH&COKG、OK、が設立された。1990年には、 子会社のヘルカーレダーテック GMBH も加わった。この会社は近隣地域の重要な大手雇用主の一つである。ハーメルン川の町の入り口に1905年にハインリ・ヒライテ・マイヤーによって創設されたヘイレン、ベーザー・ポルトランズメント、カルキ、メルガル、ウント・スワーカ、GMBH の大規模な石灰工場がある。 その所有者は1943年までは、ベルリン・ビル・マーセドルフに本社を置くノルト・ドイチェ・セメント、バーバンド・ GMBH であったが、その後は、ヘーレンのディーピル・イング・ブランクメンに引き継がれた。1949年にこの石灰工場は、ニーダーサッシュチェン・ゼメントワーカーによって、吸収合併され、カルキー、メルガル、ウントスワーカー GMBH となった。 2004年に、ディーピル、バージング、アンドレアス・ゴーディックに移乗され、カルクベルク・ヘリン GMBH と改名された。1978年にティーフェバオ・ティン・マーマンが設立された。1928年に創設された、洗剤・保護剤製造のオスムス GMBH は、現在アスクジボーデライニングスサービス、GMBH の参加にある。 2005年10月1日、ネイチャーガスヘリン GMBH&COKG とビオナジーヘリン GMBH&COKG が主導して、ヘーレンに2 5 0 0ットのバイオガス施設が稼働した。これはドイツ最大のバイオガス施設の一つである。この施設は公共の電力網に送電するほか、 ヘラーレダー GMBH&COKG に熱を供給している。1947年創業の様々な分野における電気モーター製造のハニング、エレクトロベルケ GMBH&COKG は2006年までヘーレンに工場を有していた。ありがとうございます。